いや、これもいいわねあの。よくよく聞く反論というか、指摘というか、ひろゆきさんみたいな考え方の人ばかりだったら、まず世の中は発展しないじゃないですか。で、例えばその納税する人がいなくなったら、社会が成り立たないんじゃないですか。で、みんな好きなことばかりやったらカオスじゃないですか。ひろゆきさんの考え方、啓発というテーマでやってるんですけど、これにみんな目覚めてしまったら、社会が崩壊してしまうんじゃないか。 ちょっと保守的な意見かもしれないですけど、この意見に対して、どう答えますか社会というものでが人類に発生して2000年ぐらいなんですけど、あでもあそこは4000年ぐらいあるか、中国でうもう少し、はい、だからこれが人類にとって社会が必要だったのかっていうと、逆な気がするんですよね、人類は10万年生きてきて、<お>で最近4000年ぐらい、社会というシステムを使い始めたっていうだけで。 多分社会がなかったとしても、うん、人類社会は、普通人類という生き物は普通に生存できると思うんですよね為政者が社会というのを維持しなければなりません、だから国民のあなたにはこの義務があります、で、それはやるのが当然だよねっていうのを、真に受けてる人の割合がだいぶ高くなってるなっていう。さっき言ってたハラリユバール先生のあの,主張の一つは人は人 麦を育ててるじゃなくて、麦が人を育ててる。で、<laughs> 麦があの人を動かしてる。だから、その麦の世話を人にさせてる。ていう。結局、そうそうそう結局農業革命は麦のためになって、人間のためになってないという主張にちょっと似てるんですね。社会、ね、の。方が人より偉い英語で、えー、people own dogs. Cats people. えー、人間は犬を飼って猫は人間を飼ってるというもしくは人間は猫に飼われてるという言い方でもいいかもしれないけどでもその通りですね人間があの猫の世話をさせられてるように人間が麦の世話をさせられてるし人間が社会の維持という仕事をさせられてるだから社会維持のために人間を動いてるけど この社会が人間の維持のためになっているかどうかという指摘というか質問、面白いですね。で多分別に社会を守るのも、ね、最近はい、要はその社会というものができてから超大規模な戦争が起こるようになったじゃないですか。その100万人単位で死ぬみたいな。 うん、やっぱ社会って人なんかあんまり必要ないというかうまく回ってないんじゃないかなっていう気が若干してるんですよね最近あ人間は農業革命前の方が暴力的だったっていうデータもありますね、うん、あの平均寿命が短かったのはみんな病気で死んでるだけじゃなくて、うん、お互いに殺されてるからですね、うん、あの殺されあって結局その考古学者が あのこれをこうした骸骨とかに矢が残ってるとか斧が残ってるとかそういうもの結構ありましたよね。はい、ですから今の社会が暴力的に感じるとしても世界戦争も含めてこの右肩下がりの暴力率の えー、流れにはなっっててんですよね、うん、そっちから見てこうか昭和の時代は技術が発展することで世界はどんどん平和になるだろうと思ってたんですよ。うんうん、で割と最近そのあ、これだけ豊かになって、要はその昔は食料がないから隣の国を襲って食料を取ると、まあ、家族が飢えさせるんだったらもう隣の国の人殺した方がいいよね分かるんですよ。でこう2000年になってから 文化的にその国は俺たちのものだろうっていう、抽象的な概念によって人を殺すっていうのをやってるじゃないですか。<laughs> あっ、国物足りないとかじゃなくて、抽象的概念で人を殺すんだってなると、やっぱ人類は進歩しないんじゃないかなっていう。まあ、それもわからなくはないです。宗教もそうですし、国家主義もそうですし、利益につながらない。 実害にしかつながらないような行動をとるその社会的集団政府もそうだし軍もそうだし、えー、変なし場合によっては企業とか闇組織とかもそうなんですけどその理不尽な行動につながる社会性は確かに人間の徳になってないと思うんですよねでもだからっつってほっとけば人間がいいことやるかって言ったらその 保証もないんですよ、ね、なのでその昔のその、昔、まああの犯罪が多かったって、金が欲しいとか、食い物が欲しいとか、その豊かじゃないから人は奪い合いをするのだと思ってたんですよ。でも、豊かになっても奪い合いをするんだってなると、果たしてそのなんか、攻撃性を高め続けよう技術が高いイコール攻撃性が高くなるので。うん そのこのまま社会というのを維持してその資本主義で軍事技術をどんどん増やし続けるというのがなんか人類相続にどうなのかなっていう。うん、なるほど。ということはやっぱり攻撃し合わない方がいいんですね。広く真の道徳とかちょっと掘り起こしたいんですよ。掘り出したいですよ。おな何の道徳ですかだからあの心の中はどう思ってるのかを。 さっきから、俺は食いパグれないからとか、俺は大丈夫だからって、なんかちょっと自己主義的なことをおっしゃったんですけど、人間は殺し合わない、攻撃し合わない方がいいと、キルークさんは一応、その平和的な社会とか世の中を良いとするんですね。そうですね隔絶しまくってた方がいいと思うんですよ、ね、その、うん、なんか、ウクライナはロシアの一部だよねって思っちゃってるような、その関連性があるから襲うわけじゃないですか。 なんかそのパプアニューギアですとか、イースター島ですとか、もう隔絶しているところであれば、もうそれはそれっていうので、別になんか文化的にあそこを自分たちもしなければならないとかならないじゃないですか、うん、なので、そのどんどん隔絶していって、グローバル主義じゃない方が、多分人類のその殺される人間の割合は減るんじゃないかなっていう。なるほど